はい、ワッツアップ、こんばんは。ノリチューブのお時間です。前回は俗に言う3泊7連ですか、3を7で割ると、それからその反対の7泊3連っていうのをやってみたんですけども、まあ、それで補足をするって言ったと思うんですけども、その補足っていうのは、前回はですね、口で数えて手拍子叩いたですね。で今回はその3と7、7と3を、両手でやってみようと思います。叩いて、どうなるかというと、ちょっと復習になるかもしれないですけども、タツタツタツツでしたっけ、まあ、3泊7連の、3泊ですね、まあ、3泊を、まず、7個に分けて数えましたよね。タツタツタツツタツタツタツツタツタツタツツなので、でこれ今、右手、自分の皆さんから見たら左になるんですかね、これ逆になるのかな、まあ、自分は左利きなんですけども、あんま関係ないですかね。まあ皆さんから見て左で一拍をやります。まあ3の方ですかね。でこっちで7やるかな、やってみますね。だから3拍7連7拍3連みたいになるのかな。タツタツタツツ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 タ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 タツ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 タまあ、それぞれスイッチして、で、まあ、ちょっと、コツっていう、まあ、自分なりには大事なところは、まあ、3拍7連、3で3を7で割るときっていうのは3を見てる、3を見る感じですね。そして7拍を、3つで割ると、そういう感じのときは、7を強く感じる、7を強く見ると。だからダンスするときは自分を見るんじゃなくて、多分相手を感じる、相手を見るのがグルーヴできると思うんですよね。まあ、ちょっと秘訣になるのかなと思います。はい、今日は、3泊7連7泊3連を、両手でやってみました。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。